字幕で誰かハンドパワーですって言ってください。今ね、あの呼吸をぶっ壊しました、電話のね。マジで電話の音でね、住所とか特定されたら、コーキぜコーキ撲滅委員会ってひどいよな。つ委員会幹部のありがたい雑談。はいどうも、はじま九州です。くっそ腹立つな。なんかムアって人がね、顎の米で売名してから来たけど、くそこうくそつまんない、つまんない。もう AI が感知してんだな。くそつまんない、つまんないコメントに変身コーナー。いや、すげえいい音出してんなと思ったから、これあれだ、あの焦げたパンだった。このいい音のの勝利だ。あ、はい、続きね。いやでも、うん、なんていうんだろうな、まあまあかな。まあもうすぐ親帰ってくるとは思うんですけど、トレジャーマップ新キャラ雑談、はい、トレジャーマップの新キャラはジャックですね。考えのジャック、はい。まあね、船長効果自体はかもなく負荷ちょっとありみたいな、なんだけど、船長効果がねやっぱ微妙なんだよね。だから船長としては使わないけど、いや必殺技はむちゃくちゃいいと思う。すごいいい必殺技が新たなるやつって感じかな。何やつって適当ですけど、まあ強いっすね。でもちょっと悲しいよね。もうちょっと、はいどうも、はじま京志郎の、はじま京志郎。面白いことって難しいな。 TikTok ってさ、 TikTok ってあれ思ったんだけどさ、あれ面白いことできない魔法かかってない、やばくない、あれやばいな、マジで。ほんとすごかった。さっき3本くらいウイスキー大好きって動画上げてましたからね、僕、ウイスキー大好き、ウイスキー大好きっていうね動画をひたすらに上げてたんですけど、これ今の YouTube 運営に消されるだろ、こんなウイスキー大好きって言ってるね。いや、これ口角を上げる練習だからね。あー、もう照明かける気ないから、マジでダークサイド側の人間ダークサイド側の人間って頭痛が痛くて音速のソニックで
腹痛が痛いみたいだなってね。いや、これ一連の流れがあるんですよ。ダークサイド側の人間ってむちゃくちゃない？ダークサイド側ってダークな側じゃん。暗黒側側ってうん、音声声じゃん、そんな。いや、川声声な。音声声かっこいいな、速そう。でも光声だな。おい、俺だよ、はじまきおしろなんだよ。いやー、 TikTok つまんねえな。うん、いや、その TikTok 面白いやつって少ない、やっぱり。うん、探せばいるだろうけど、やっぱね、すごい言い方悪いけど、黒人って基本的に面白いじゃないですか、やっぱりあの人たち。いや、言っちゃ悪いけどね、面白いじゃん。いや、これダメだろ。いや、ダメだろ、黒人って言ってさ、黒人って基本的に面白いじゃんって言ってさ。いや、確かに今俺黒人だけどね。超失礼じゃん。いや、でも面白いじゃん、基本的に。まあ、差別だって言われてもさ、区別っていうかさ、いや、基本的には面白くない、黒人って。いや、バリクソになんか、ねえ。いや、俺はそういう感性なんじゃない。黒人は基本的に面白いと、俺はもう。もうね、世界のみんなが思わなくても、シュンとしながら俺は心の中で、黒人って面白いよなって思いながら生きてきますから、いいですけど。アラブル雑談。と見せかけて、見せかけての見せかてになっちゃった。見せかけて、TikTok、 あ、もうね、て TikTok はね、 TikTok なんだ、 TikTok をつうれつに、痛烈に、痛恨に、こんに、会心に、通行人に、に、批判、ははん。批判って打とうと思ったら、ははんになって批判して、ぶったたく、ただ一人の男たちね、ただ一人の男たちっていうね。で、途中ドラクエ入ってんじゃんっていうね。ドラクエ入ってんじゃん、無賃乗車かよと。はい、っていうね。アラブル雑談と見せかけて TikTok を痛烈に、痛恨に、会心に、通行人に批判して、ぶったたく、ただ一人の男たちだよね、多分。長くてわかんねえ。ただ一人の男たち、かっこ途中からドラクエ入ってんじゃん、無賃乗車かよっていうね。その的外れツッコミボケ、はじまきおしろが考えた、ひょっこりはん、ひょっこりほん、ひょっこりはん、ひょっこりはん、誰が一番おもしろくリメイクできるか選手権、暫定ワースト1位、ワースト1位のはじま、今暫定ワースト1位の、おい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 、あ、タブキーをしちゃったのね。おしろですけど、ですけど、タイピングがぐちゃぐちゃすぎてとんでもない、その90度違った単語がグズズンって出るよね。ジェルみたいなのがけどって言ってんのにね。けど何か、何か
わわわわわわわるわるわるるるいわるわいわいわい。いや、TikTok で絶対笑わないみたいなのあんじゃん。逆を行こうと。TikTok。これね、俺の一番好きな企画ね。TikTok に面白さ見出してみた。いやー、さすが羽島恭一郎さんですよ。キモッ！ね。TikTok に面白さ見出してみた。見出してみたってちょっとなんか単語的にはおかしいかもしれない。TikTok に面白さ見出してみた。TikTok に面白さを見出してみた。TikTok に面白さを補充してみた。TikTok に面白さを補充って表現よくない？波充になりました。波充っていうのが、波王の波に住宅で、波住宅。はい、これちょっと後で書きます、カッコ。補充してみた。カッコ、波住宅っていうね。波住宅。ハジュタク、あ、ハジュタク、ハジュタクローン、ハジュタク金融融資金庫。うわ、全部、うわ、全部書きてえ。なんだこれ、ハジュタクローン。え？面白くね？ハジュタク街。全部面白いんだが、ちょっとここに入れよう。波住宅街、波住宅ローン、波住宅街、波住宅、波住、波住宅金融高、金融高校、波住宅メーカー、波住宅価格。いや、もうこれぐらいにしとくわ。ちょっとごめんなさい、面白いワードが見つかってしまったので、フリートークに書き殴ります。これ一度忘れちゃうとね、二度と面白い、波重実、波重来、波重用、何でも波つけるってね、こう、本当にあんのかな？俺が知らないだけ。住宅、波住宅建設、波住宅になっちゃうんだよね。8入れちゃった。波住宅、波住宅金融支援機構、波住宅密集地。住宅をついてるのに歯をつけるっていう、ちょっと面白いな。波住宅展示場、展示場。はい、まあね。いや、もういいや、書いた。波住宅ローン、波住宅街、波住宅金融高校。ヒカルさんのキャス感想を雑談。これは載せれるかわからん。ヒカル、ヒカル、ヒカルさんのキャス、感想動画のはずが、著作権を恐れ、途中大丈夫、すなわち、し
死に向かってに向かって、なんだ、死に向かって瞬間移動、瞬間移動してしまった、哀れな男たちと、ね、ヒカルさんのキャス感想動画のはずが著作権を襲われ途中退場、すなわち死に向かって瞬間移動してしまった哀れな男と男たち、ね、えっを引き出すためにタイトルつけてるんで。はい、はじま京志郎です。最近売名してね、総再生回数3万あーザザンしたよね。売名最高って動画だそう。いい、売買売名最高。はい、動画のタイトルをご確認ください。長すぎます。なんでそれ。よし、ここら辺で。売名最高。はい、始めます。俺最近売名してるんですよ。なんで売名してるのかっていうと、単純に俺の動画みんな見てほしいから、それだけです。あのそれ以外の理由はない。人気になりたいとかじゃなくてね、言い訳するけど、あの俺の動画ってなんかね、みんなに見づらい、あのバーンって見てもらえない傾向があるわけですよ。それなんでかって、やっぱそのね、あのニーズガン無視ってか、ニーズを作り出そうとしてるからね。あのうまく言えばね、いいように言えば、まあその自分の好きなことやってるとあんまみんなに見てもらえないから、じゃあでも面白いわけよ俺の動画は。まあね、そう、俺は人並みよりはね、頭3000個分くらい抜けて面白いわけですけど。売名活動最高、再開しました。フレッシュに文を書くな。週に文を書くな。ドゥルルル。俺の動画タイトル異常に長いんですよね。あ、そうだ、先にやっとくか。髪切りました。親にね、切ってもらいました。どうでもいいんだよね、もう。あ、ちょっ、髪切ったのは多分動画上げたから、これでは消さなきゃダメなんだよね。なんか同じ動画重複したらめんどくさいらしいんで、それちょっと気をつけてます。そこだけはね。でも結構気をつけてること多いんですけどね。地球はね、あ、そうだ、先にやっとくか。髪切りました。親にね、切ってもらいました。どうでもいいんだよね、もう。ちょっと面白い、なんかね、髪型になりましたね。まあ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 、いけるぜ、いけるぜ、まあ。謎が、謎を呼び、回る、緑の葉っぱ。てんてん、つてってれってってん、てん、つてってれってってん、てん、つてってれってってん、てん、てん。はい、ということで、タイトル決めたよ。バイバイ。